こんにちは、日本改革と楠澤です。僕平将様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。増税政権、転職を促進するためというですね、わけのわからない理由をこじつけて検討していた退職金増税、これは長期勤務の退職金優遇制度撤廃、10年でこんだけ、20年でこんだけ、30年でこんだけっていう、長く勤めれば勤めるほど退職金もらった時の所得税が減税されるっていう、優遇撤廃のあまりの評判の悪さと止まらない支持率下落にビビって実施を見送りだそうであります。世論です。公務員だけならやってもいいよ。岸田は本当にバカだな。本当だね。退職金の出る正社員のことしか考えてないって統治としてはいびつでは、いやそんなことねえな。退職金が出る正社員、退職金出ねえから俺は関係ねえではないですよね。従来の退職金の制度が転職を阻害しているっていうのは間違い。そうだよね。退職金もらえるからしがみつきましょうって、いいじゃねえか別にしがみついてもさ。やたらと国力そぎたがってるし、節税できないサラリーマンのための減税してよ。選挙が終わるまでの仮面だろ。これやったって大して税収増えないし、転職だって増えねえよ。税収増えないんですけど、1円でも税負担率を上げたら、財務省の手柄になるっちゅうから、いびつなとこでね、そこね。それ狙ってんでしょうね。1円でもいいから送っといて。財務省官僚、自分の退職金が減っても、1円でも多くの税金を徴収したいっていう、その意気やよし。よくないっすね、全然ね。バカじゃねえの？お前らの稼ぎも減んのにさ、バカですかって感じなんですけど、読売。SNS などで批判が続出とはっきり書いてあって、ネットで騒ぐのも効果ありみたいですね。今後もっともっと騒がないとね。財務省はですね、年金支払い期間5年延長で負担100万円増だけでとりあえず満足しろよな。こんな大増税やんだからさ、年金は税じゃねえって言うかもしれないですけど、実質税負担率の中には年金支払いも入ってんだから実質税ですよ。あとね、昔と違って今は年金も不払い続けると普通に口座とか家財とか差し押さえるみたいで税ですよ。年金税って課してます。男女共同参画とか子供家庭庁とかわけわからん支出カットしろよなーって、金ねえって言うんだろうな。子供家庭庁の目玉事業、子供や若者の意見を集めて政策に反映する取り組みについて4000人が参画しているって言ってたが、実際には533人だった。派手に嘘ついてたみたいであります。こんなグダグダの事業に一体いくら使ってんだかわかんないですけど、4000人も参画してまして、担当大臣が派手にアピールしてた。だが嘘だった。まあね、嘘発表だよな。世論やってるか、ものすごく盛ったな。その募集だけで何億かけてんのじゃボケ。無駄なくせば減税できますよ。左翼に比べたら控えめ。補助金詐欺の温床だなこれ。533人は関係者の子供というオチ。子供が消費税廃止しろって言っても聞かないくせに、 NPO 団なんだのうさんくさい金儲けばかりと、何のためにやってんのか見えてこない授業ばっかり。子供家庭庁、ここの子供の数も減ってくんだし、こんなのなくてもええんでねえの。昭和の時は人口増えたんだしね、こんなの なかった時代。子供家庭庁から子供が増えるとか言えないじゃん、全然全くいらないですよね。ここの予算5兆円そっくり防衛費に回したらどうだ。したら予定の11兆円クリアできて防衛増税もしなくていいんでしょ。いらねえんじゃねえの、こんな目玉事業がこのありさまじゃ他も知れてるよ。なんて言っても理解しそうもない増税内閣。支持率が大変なことに、共同通信調査内閣支持率 28.3% で過去最低をまたまた更新、また更新ぐらいかな。自民内閣としては2009年の麻生政権末期以来
14年ぶりに 30% 以下になってしまいました。安倍さんとガースーが到達しなかった未知の領域に、来てしまいました。世論です。支持率最低おめえ、自民公明終わっとる、麻生閣下に並んだか、リアルに生活が苦しいからしゃあない、目指せ森本内閣支持率 7%。 7% だったんだ。7% だったんだ。ひでえなこれな。悪夢の民主党政権よりはマシ。4万ポッチの還元でどうにかなるって舐めてるから、もう何やっても支持率下がるパターンって。多分岸田は解散できないまま任期切れ解散となる、任期切れ選挙となる。 LGBT で保守に見切られたのが痛いと、共同通信は14年ぶりに 30% 割れって喜んで報道しているが、あの自民内閣としてはっていう正し書きがつきますね。鳩山菅野田政権は軒並み 30% もなかったんだよな。特にあの最初の期待度高かったですね。鳩山政権、急降下すごかった、下り最速内閣って呼ばれてました。ゴミも急空気読んだんだが、次期総理人気度は1位石破、2位河野、現総理は5位とか報道してましたけれども、自民党議員が考えることはね、誰とのツーショットポスターなら当選しやすいかしか考えてねえですよ。国益とか考えねえよ一切。高市さんとか杉田さんとか小野田さん以外は、だったら石破と河野ないですよね。新規くせえよね二人ともね。私の大胆予想なんですけど、次の総理は小泉進次郎、選挙ポスターで受けそうってだけで自民党議員が選ぶ、本当は高市さんになってほしいんですけど、党内に敵が多いんでね、異論は認めます。今年に入ってから9月末までに倒産したテレビ番組制作会社は14件で、去年の 2.3 倍のペース、広告費減少で今後も高水準で倒産の可能性が高いと記事にありました。世論です。年々しょぼくなっていくし、テレビ局が制作費を削減しまくってるし、セットはいらん芸人の食べ歩くだけの番組が増えたな。飲食チェーン店やコンビニスーパーのランキング宣伝番組、東大なんちゃらクイズ、びっくり仰天動画、垂れ流し、芸人食べ歩き、こんなんばっかで誰が見んねん。しょうもない食ロケやバスの旅ばっか。BS でチャンネル数増やしても、やってんのは通販と軽ドラマばっか。軽ドラマっちゅうの？ 59 歳以下の必ずがテレビ見ない。だから、企業も広告出す理由がないですよね。お線香とか龍角散とか AGA 治療薬とか健康食品、高齢者の需要、あるものは別としてね、高齢者はもう物欲がなんていうのかな、もう持ってっから、もう経験してっからあんまりワクワクしないんだよね。家も車も服もあんまし買ってくれないですよね。私もそうなんですけど、買う前からなんとなく、あ、こういうもんだな、買ったらこうなんな、予想できちゃうんだよね、すでにね。過去にいろんな経験してて、で、新しい新商品とか全然ドキドキしねえんだよね。まあしゃあないですか。嘘ばっか報道してるし、ワイドショーはほぼイメージ操作だし、普通の番組でも突然カンコミぶっこみやめないし、自業自得では自社商品がですね、自ら既存する、自社商品を、まあ映像ですよ。連中にとってみたら商品は映像ですよ。それをね、自ら既存してる唯一の業界なんだから、しゃあないんじゃないのかな。滅びんのもね。今日の単身です。茂木幹事長、減税しなくても賃金が上がる環境を作りたい。減税は死んでもしたくないと自白。減税と賃金関係ないんじゃないのこれ。可処分所得の間違いじゃないかな。この人随分自分の学歴に自信持ってるみたいですけども、女なら誰でもいい、とにかく女がいい、いないかっつってアルフィアなんかっつ、反日女を擁立したりと、頭あんまり良くない。というか悪い、この人。新潟県の果樹園から柿8400個が盗まれる。見に行ったらなくなっていた。どういう属性の連中がやったのかは、もう分かっちゃった、私。日本人だったら盗まねえよ、こんなの。インドネシア人実習生、アミル・ロマドナ32歳。ナンパした
ナンパしたっていうか、つきまとったみたいですね。あの、路上で。10代女性の胸など触って逮捕。酔ってて覚えていないとか言ってるみたいであります。解体業務だって、やっぱ実習制度自体なくすべきですね。外国人が日本人に被害を与えた場合ですね、侵略とみなして、刑を重くすべきって思ってるんですけど、どうでしょう皆さん。よその家に、出かけてってわざわざね、悪さすんのと、自分のあの家の中で同じ悪さすんの、よその家に出かけてって、よその家の、に被害与えるの方が、ダメじゃないの？ダメじゃないの？で、あの、外国人が犯人で、日本人に被害があった場合は、量刑すごく重くすべきって、私、あの、前々から思っております。阪神タイガース38年ぶりに日本一。へぇー。37人が道頓堀に飛び込んだ。負傷者、逮捕者は、ああ、なし。道頓堀の水って、大腸菌数がすごいんだって、汚いんだって、やめた方がいいですよ。尿道炎になりますよ。ガザ地区南側に避難しようとする、白旗を上げた女子、女子供、数十名をハマスが次々と射殺する動画が公開されてしまいました。避難されては盾がいなくなるって理屈ですかね。ハマス許すまじ。テロリストの味方の日本のテレビ新聞はこういうのを一切報道しない。ハマスと一緒に滅びてほしい。ガザ地区のアル・アズハル大学が大爆発。イスラエルの攻撃でですね、ハマスが隠していた爆弾爆薬に引火したみたい。ハマスは攻撃されなくい学校や病院に武器を隠して子供や病人を盾にします。何の専門家だかわかんないですけど、テレビに出てる青木理修、青木理、修っちゅうんだって。イスラエルの殺戮は止めなければいけない。日本も例外ではない。日本はなぜこれ在日コリアンがいるのか知らねえよ。大国の横暴が存在を作り、偏見が生まれ、差別、虐殺が、何言ってるか全然わかんない。突然の在日コリアンぶっ込み、全然関係ないんじゃないですか。虐殺始めたのも、虐殺してんのも、むしろハマスでないの。嘘つき対象狙ってんすかね、この人ね。佐世保市で、78歳が運転するタクシーが壁を突き破り、15メートル下の川に落下し、運転手死亡。78歳男性運転手。乗客の米軍女性兵27歳は鎖骨骨折、を負ったが命は無事。壁突き破るほどの勢いって踏み間違いですかね。プロの運転手でもあるんだな。広島で赤信号を無視した軽自動車が駐車場のフェンスを突き破って中の壁に激突。運転していた90歳の男性死亡。これも踏み間違いですかね。それとも運転中に脳卒中でも起こしたかもしんないっていう可能性もありますね。オートマだったらね、右足アクセル、左足ブレーキのアメリカ式にすれば踏み間違い激減するって思ってるんですけど、どうでしょう。私、そうやって運転するんですけど、今はちょっと免許失効しちゃいましたけど、何十年もそうやって運転してきました、私は。右足アクセル、左足ブレーキ。左足ブレーキ、最初のうちはちょっとカクカク、ガックンって踏んじゃったりするんですけど、すぐ慣れます。すぐ慣れます。こういう風にしたら、踏み間違い事故、激減すんじゃねえのかな。国交省と警察はですね、検討すべきだよ。アメリカ式導入、検討すべきだと思います。千葉県佐倉市住宅の今に70代女性遺体。物置には70代男性の遺体。住宅には70代の夫婦が住んでいた。訪ねた親族がですね、発見したが、その夫婦じゃない。親戚のご夫婦じゃない男女の遺体を見つけてしまった。なんじゃそれ。なりすましですかね。なんだか闇ありそうですね。仙台市のとある教会で、責任者の59歳男性の頭をゴム製ハンマーで殴った58歳無職の女逮捕。女はこれまでもたびたび教会で神のお告げがあった、私が神父になるなど騒いだり暴れたりしたため出禁になってた、私を甘く見るとこうなると思い知らせたかったなどと供述。いやー、関わった人気の毒でね。私前からキチガイ無罪っておかしいよなって思ってまして、キチガイの方が社会の脅威度が高い。危険だ。危険な存在だ。むしろね、普通の人よりもっと長期間閉じ込めて
置くべきじゃないか、社会を守るためにって前々から私は思ってるんですけどね。気違い無罪どころか、気違いはもっともっと重くして、だって普通の人間だったら更生、反省して更生する確率高いでしょ。性犯罪であるとか、生まれつきの犯罪者とか、もう善悪の区別がつかねえやつとか、そういうのを抜きにしてねって思ってるんですけども、異論は認めます。異論があったらコメントで、書いてってください。というわけでですね、11月19日、外国人実習制度廃止デモを池袋で、やります。あさってから正式告知しますんで、皆様ご参集よろしくお願いします。あさっての朝警視庁に出かけて正式手続き、終わったら大々的に告知していいよって言わ、それまでは何が変わんねえから大々的な告知やめといてくださいってお願いされております。メール党員の方々にはもう正式に告知始めちゃいましたけれども、というわけで皆様よろしくご参集ください。デトックスジャパン。